こんにちは、新代理メンバーの高橋です。本日はですね、岡本さんと中山さんという方に来ていただいて模擬面接を取っていきたいと思います。自己紹介軽くお願いいたします。大東文化大学出身の中山静と申します。今は大手の人材企業で法人営業をやっております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ岡本さん、自己紹介お願いします。はい、株式会社ウズウズの岡本と申します。不動産チャンネルという YouTube チャンネルで模擬面接だったりとか、面接をどうやったら受かるのかみたいな情報を発信してます。面接の通過率が上がる公式 LINE を作ったので概要欄に貼ってもらっているので、もしよければチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速模擬面接の方を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。では早速面接を始めていければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまず最初に自己紹介をお願いします。はい、大東文化大学社会学部から参りました中山静と申します。大学では社会調査について勉強しておりまして、ゼミでは、埼玉県川越市というところでフィールドワークをしております。持ち前の明るさと気合で頑張って働きたいと思っているので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では最初に学生時代一番頑張ってきたことを教えてもらってもいいですか。はい、学生時代に力を入れたことは、副業のプラットフォームを運営しているスタートアップでの法人営業になります。インサイドセールスとフィールドセールスの両方を兼任しておりまして、その中でも特に力を入れたことはアポ率の向上というところになります。基本的にメールでアポを獲得していたんですけれども、最初は500件に1件アポ取れるみたいな 0.1% ぐらいしかアポ率がなくて、そこのところを改善しなきゃいけないなというふうに思っておりました。そこでやった試作としましては、まずアポ率を上げるためにメールの文面の効果測定をするというところ、あともう一つが、会社に合った、文面を作成するというところと、率ではないんですけれども、送る量を担保するというところを力を入れてやりました。その結果、最初 0.1% だったところから、500件に7、8アポぐらいまで取れるようになりまして、かなりアポ率を向上することができました。かしこまりました。ありがとうございます。最初は500分の1ぐらいのアウトプットだったところを、具体的にどういうふうにしたら改善できたとか、もうちょっと詳しく伺ってもいいですか。はい、基本的にはその会社ごとにあった文面を作るっていうところをまずやっておりまして、ホームページを拝見したりだったりとか、あとプレスリリースを見たりだとか、その会社の社長宛に送るのであれば、社長がどういう経歴かっていうところを調べて、その人が受け取って嬉しいと思うような文面をこうつけるっていうところをやっておりました。でさらにその職種ごとであったりとかで文面を変えて、どの文面が返信が返ってきやすいかみたいなところを効果測定して、一番返ってきやすいパターンを見つけるっていうことをやっていました。一番効果あった文面の変更ってどういうところですか。まず社長とか担当者さんの名前が分かるときはその名前で送るっていうのはまず第一にやるんですけれども、その社長の経歴、こういう経歴を拝見して仮面受けましたとかっていうのを付け加えることで、まず読んでもらえるっていうところで開封率が上がって、最後まで読んでもらってアポ取れるっていうことがパターンとしては多かったです。そのお客さんごとにカスタマイズすると、その分だけ一件一件に時間がかかるので送信数は落ちてしまうのかなと思うんですけれども、そこのバランスはどうやって取ってたんですか。送信数は最終的に今月何件送り切ろうっていう目標はその受注したい件数から割り出しているので、そこに対して例えば1日50件で割り振っていて、今日30件しか送れなかったってなったら次の日に60件送るみたいな感じで、最終的にこう担保しなきゃいけない数っていうのは決めるようにして送っておりました。でもそこは気合を気合で頑張れてる気合で頑張ってましたね。かしこまりました。はい、ありがとうございます。どうも挫折経験教えてもらってもいいですか。はい、挫折経験は自分が行きたい大学に受からなかったっていうところが、今までの中では挫折経験かなというふうに思っております。でどう乗り越えたかっていうと、行きたい大学に受からなかった時はそこがゴールだというふうに思っていたっていうのがありまして、受験に失敗したゴールに到達しなかったみたいなふうに考えてたんですけれども、そこってゴールというか目標ではあるんですけれども、通過点でしかないなというところに気づいて、最終的な目標って幸せに生きて幸せに死んでいくっていうところだと思っているので、じゃあ今行きたい大学に行けなかったらどうしたらいいんだろうって考えた時に、インターンを経験してみたりだったりとか、いろんなバイトをしてみたりとか、いろんな人に会ったりとかという、どうしたら自分が楽しく生きていけるだろうっていうところをいろいろ考えて試行錯誤したっていうところが、乗り越えた過程になってます。で今は本当に今が一番最高って言える生き方ができていると思うので、結果としてその大学に受かったことが今良かったなというふうに思えるところまで来ているなというふうに
思っています、うん、実際進学された大学ではないところが第一志望だったんですね。あ、そうです、それですごいショックを受けてこれで乗り越えられたなみたいなターニングポイントとかってあったんですか？そうですね、まあ、それこそもうインターンを始めてこう成果を出せるようになった時が、まあ、乗り越えたなというふうに思ったところになっていて、うん、まあ、それまでまあなんとなくアルバイトをしたりだったりとかっていう経験も、まあ、結果として生きていると思うんですけれども、まあ、そのインターンでこう自分で営業して売れるようになったりとかっていうところが成功体験として積めたので、うん、まあ、そこがあの変われたかなっていうふうに思ったタイミングですね。かしこまりました、はい、ありがとうございます。それではですね、現在の就職活動の軸を教えてください。はい、就活の軸は2つありまして、まあ、1つは自分が活躍できるフィールドであるっていうところ、うん、でもう1つは自分の目標に向かって進むところと会社が求めるところが重なっているかどうかっていうところをあの軸にやっております。まあ、私は人と話すのが好きだったりとか、まあ、得意というふうに思っているので、まあ、まずその対面でこう何かをする仕事っていうところをこう探してやってます、うん、なのでまあ自分的には営業が向いているかなと思うので、うん、営業職で探しているというような状況です、うん、かしこまりました。では、2点目のところですね、はい、自分がまあ進んでいきたい方向性としては、まあ、自分の名前で仕事を取れる人になりたいとか、あと経営者になりたいと思っているので、うん、まあ、そこに向かってこう努力したいというふうに思ってます。で、まあ、理由としては正直今もしから内定をもらえたとしてここで働くってなっても、まあ、ここで死ぬまで働くっていうふうには思ってないし、まあ、会社のためだけに生きようっていうふうにも思っていないっていうのがあって、うんうん、でそうなった時にでも会社にこう貢献するのが雇われて働くものの使命だと思っているので、まあ、自分が向かっていく方向性とその過程でこう出せる自分のアウトプットが会社と求めているものとこう合致するのであれば、まあ、お互いに幸せかなというところでこの軸でやってます、うんうん、はい、かしこまりました。営業がやりたくて、はい、自分の名前で仕事が取れるっていうようなところでいくと、はい、会社から求められていることと違いますよね。そうですね。で、起業したいと思っていて、はい、で起業に近づく実績とか経験が積めるところがいいというのが会社側に求めることになるんですかね。あ、会社側が求めることが例えば営業で成果を出してほしいだとするじゃないですか、うん、でそこにアウトプットをこうあの営業で売り上げを出すという価値貢献する過程で自分自身が、まあ人脈を作ったりだとか営業力をつけたりだとかその自分の努力している過程で出せる結果が会社が求めているものと一致するっていうのが自分にとって幸せかなというふうに考えています、うんうん、かしこまりました。了解です、了解です。では、将来のビジョンについて教えていただけますか。はい、はい、将来のビジョンは、まあ、先ほどもちょっと申し上げた通り自分の名前で仕事を取れる人になりたいっていうところが、まあ、仕事面のビジョンになっておりまして、うん、まあ、自分の経験してきたことだったりとか、まあ、スキルだったりっていうのが最終的にこの人に任せたいっていうふうに思ってもらえるっていうところが自分の理想像になります。この人だったらお願いしたい人になりたいっていうビジョンですか。自分の名前でなんか自分の前で仕事するとかだったら自分の名前を売るとかになるとか、あ、どっちかというとこの人に任せたいっていうふうに、はい、思ってもらえるような人になりたいっていうところが非常にいいですね、はい、了解です、了解です。なんか具体的に営業でこういう状態になってたらその目指している状態だなみたいなところとかってあったりしますか。自分が販売している商品だったりとかサービスについての理解とか業界についての理解がしっかりあって、そのサービスを提供する以上にその自分がこう営業することによって与えられる付加価値があるっていう状態がこの人に任せたいっていう状態だと思うので、まあ、そこの部分を目指していきたいと思ってます。かしこまりました、ありがとうございます。それではですね、じゃあ他の人をサポートした経験教えてもらってもいいですか。はい、はい、他の人をサポートした経験は、まあ、先ほどのインターンで、教育係をしたところに自分は営業をしていたので、新しく営業部の後輩が入ってきたときに、まあ、サポートをするということをしていたんですけれども、まあ、その子が独り立ちするまでこうどういうふうにやったらいいかっていうのを営業の話し方だったりとか、まあ、その商品についての理解を深められるように教えてあげるっていうことをサポートとしてやっておりました。でその中で、まあ、自分が意識したこととしては、まあ、想像力を持って教えてあげるっていうことをしていて、やっぱりその教えてもらう側と教える側って、まあ、やっぱ知識の量とかが違うっていう前提があるので、まあ、そこの部分をちゃんと理解してその相手の脳みそを自分が持った状態で、まあ、考えて話してあげるっていうことを意識してサポートしておりました、うん、かしこまりました、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは本日の面接を終了いたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いや、めちゃめちゃ緊張したんですけど
悪い癖で緊張して質問の内容を忘れて最後何について答えてるか自分で分かんなくなるっていう、あでもあるあるですよね、それめっちゃのがちょっと結構あったんですけど、まあ、伝えたいことは伝えられたかなと思います、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ早速岡本さんの方から今の面接だけを聞いて一緒に働きたいと思ったか丸バスの札を上げていただけるとありがたいです。上げました。ではご視聴おぉ、おめでとうございます。早速、なぜ今の面接が合格だったのかフィードバックいただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、でも営業を採用する企業で、うん、あんまり落とす企業はあんまりないんじゃないかなって思いました。そうですね、営業はそんなに落ちてない。そうですよね、うん、もうちょっと具体的なところで言うと、はい、まあ、シンプルに理想、うん、理想かなって感じさせたところとかでいくと、まず表情がめちゃくちゃ良くて、もう最初 の気合ですって言って笑ってくれたところこの時点で結構受かるなっていうところと、あとプラス実際にインターンでの経験で、うん、しっかり数を追うという経験で、さらに改善するみたいなところでアウトプットを上げていくみたいなところもやられていて、しっかり体験経験に基づいて営業の努力サイクルとかもやっていこうと思っているっていうのがすごく伝わってきたんで、合格になりました。ありがとうございます。じゃあちょっともう一個聞きたいのが、はい、さっき緊張で何聞かれてるか分かんなくなっちゃうっていう話があったじゃないですか。緊張して結構同じ面接の時に上がっちゃうことが多いと思うんですけど、本番どうやって対応されてたんですか。まあ、ちょっと今できてたか分かんないんで、はい、こうやってましたっていうのはあれなんですけど、うん、とりあえず聞かれたことに対して一番最初に結論を話しとけば最後がおかしくなってても大丈夫かなみたいなところと、はいはいはい、勢いで乗り切るのは大事だと思ってます。で言うと今回その Q&A が合ってないなみたいなって感じられましたか。ですね、ちょっとあったんですけど、はい、正直あまり気にならなかったっていうのが、うん、回答でして、うん、まあ、これ気になるかどうかって結構度合いの話かなと思っていて、本当に全然違う回答が来たらあれっていうふうになるんですけど、うん、あちょっと違うなぐらいだったらすごい限定になるかっていうと、やっぱり面接という場ってめちゃくちゃ緊張するじゃないですか、はい、でそれで緊張してしまっていつもと同じパフォーマンスできなくて、うん、ちょっと飛んじゃったぐらいだったら、うん、それぐらいあるよねっていう感じで面接なんですよ。はいはい、はい、なんでそもそも全体としてのコミュニケーションのスタンスとかが、うん、いいよねっていう状態であれば、うん、まあ、多少最後のところちょっと飛んじゃったとか、はいはい、少し、うん、ずれてるかもなっていうぐらいだったら、なんかほぼほぼ気にしないというか、まあ、わかりますわかります大丈夫ですみたいな、はいはい、そんな感じかなっていうふうに思います。あ、なるほど。じゃあちょっともう一個聞きたいのが、そのコミュニケーションのスタンスがすごい良かったってあったんですけど、具体的にどういうところが良かったんですか。笑顔とか、そうですね、笑顔が、めちゃくちゃいいのと、はい、あとさっき言ったんですけれども気合ですって言った時に笑う感じとか、はい、すごい気合っていうのが伝わってくるんですよね。あ、やりきりそうみたいなのがすごい伝わってきますし、はいはいはい、あとちょっと言い読んだ時とかも笑ってくれたんですよ。あ、そういうところでも、うん、すごいお客さんの前とかでも動揺しないでしっかりやってくれそうだなとか、自分に自信がなくても全然いいと思ってるんですよ、うん、自信が全然なくても表に見せる表情とかが動揺を感じさせなければ、はい、対人の業務において支障ないので、うん、そこがすごくできてるなっていうふうに感じたというか、うん、ところですね。それは特訓されたんですか。面接とかでもなくても、はい、まあ、人と話すときは、まあ、あんまり動揺しないようにとかっていうのは意識してます。すごい。中山さんが面接の中で独立したいっていうような話っていうのがあると思うんですけど、そういうのはあんまり企業で受けないんじゃないか、面接で言うとあんまり受けないんじゃないかっていう印象があるんですけど、そこってどうなんですか。そういう意味だと嫌がる会社ももちろんあるんですけど、まあ、お話聞いててそれをダメだっていう会社だったら落ちてもいいやというスタンスで自分のやりたいことを伝えてくれてるのかなっていうふうに思いましたし、うんうん、私は全然そういうスタンスの人でももちろん目指す方向に向かって、はい、家庭としてうちを選んでくれたら嬉しいなと思ってやって面接してる立場なんで、うん、私は全然マイナスにならなかったですし、うん、マイナスに思う会社は多分そういう会社あんま受けなさそうかなと思いましたし、どうしても別にいいやってどっちかというと本当にこう受かるためというよりか、うん、自分の思考性と合っている会社に出会うためというスタンスで言ってくれてるのかなって感じたんで、その選択でいいんじゃないかなと思いました。なるほど、ありがとうございます。質問あるんですけど、はい、どうぞ。正直、まあ、受験失敗したのは悲しかったんですけど、その18、19年生きてきた中で、
すっごい挫折っていうほどの挫折を味わってないっていうか、まあ死って言うなら大学行きたかったとか行けなかったかなぐらいの感じなんですね、正直。はい、でも挫折経験なんですかって結構聞かれることって面接であると思うんですけど、まあ、その時にそんな大した挫折じゃないと思っててもそれしかない時ってどう答えるのが正解なのかっていうのが就活してた時気になってました。僕の子にとってめっちゃ明確で、営業で成果出なかった時期、500通送っても1通しか入ってこないとか、人生の中で一番ショックだったことを答えるっていうよりは、具体的に